懐かしいですよね。僕の過去の動画をね、見てくださっている方はこの場所お分かりだと思います。昔はここでずっと動画を配信しておりました。僕の、地元徳島の実家です。はい、ということで久々に帰ってまいりましたよ。ということで懐かしい姿をね、皆様にお見せしたいなと思います。まずはこちらですよ。この赤いリップスバーね、僕と言ったら元々はこの赤いリップスバーだったんですけど、もうね、これは多分生産終了になってるんで売られてないんですよ。これかなりね愛着湧いてるんで、これもまたタイミングがあればね持って帰りたいなと思ってます。そしてね、続いての器具はね、僕のかなりお気に入りの器具になるんですけど、もう日本では生産終了してるらしいです。それではね、お見せしたいと思います。こちらです。アイアンバーになります。アイアンバーマスタープロですかね、正式名称。僕はこの器具ね、とても気に入ってました。この実家にいる時はね、これ1台で全身追い込んでたんですけど、これがもう日本では生産していないらしいです。これもうずっとね品切れになっていて、その企業さんにね問い合わせてみたんですけど、もう輸入してないそうです。これ海外の商品なんですけど、もう輸入してないらしくて、日本では生産してないらしいです。ということで、これ結構ねもうプレミア品ですよ。はい、もうこれはね持ってる人しか持っていない。おそらくねストリートワークアウト、まあ初期の頃の人はね結構1人1台ぐらい持ってるような商品だと思います。このアイアンバーとディップスバーがあればね、大体のトレーニングできるんで、この器具はねイエトレの革命器具と言っても過言ではないぐらいのね重宝される器具だったんですけど、マジで残念ですね。ということでね、ちょっとこれの魅力今からお伝えしたいと思います。この器具の魅力がしっかり伝わるとね、生産再開されるかもしれないんで、ちょっと今からねご紹介していきたいと思います。はい、こちらねいろんな使い方ができます。もうね掴む部分がいっぱいあるので、このね全ての部分で、ね、トレーニングを行うことができるんですよ。まず袋を取れば、そしてここを持ってフロントレバーもできます。そしてこれ実はね、ここにもう一個ねこのような長さのバーがもう一本入っていて、高さを上げることもできます。高さを上げるとかなりね天井近くまでの高さになるんで、懸垂も行えます。というかもうこれ一本でチンニングバー、そしてディップスバー、そして倒立バー、全ての役割を担ってくれる最強のトレーニング器具です。そしてこれはね、今の動きを全て組み合わせて行うこともできます。
これ位置であれば今みたいな感じでこの組み合わせて技を組み合わせて行うような動きもできるので、これめっちゃ便利だったんですよね。その技単体じゃなくコンビネーションの練習も行えるということで、とても優秀な器具だったんですけど、マジで残念です。今ね持っている方いると思うんで皆さん大事にしましょう。もう僕もかなり年季入っちゃったんですけど、ちょっとこれからね大事に使おうかなと思います。以前はこれをね海に持って行ったりして遊んでました。またね今年も、夏どうなるかわからないですけど、もしねコロナが収束していたらこのギグビーチに持って行って今年もパフォーマンスしようかなと思っております。ということで、このアイアンバーもしよければ再入荷お願いします。皆さんもねこの器具いいと思ったらちょっと企業さんにお願いしてみてください。もっとこの器具の魅力が伝わって皆様がね欲しいと言ってもらえれば、おそらく再販される可能性もあると思うので、皆さんもしよければコメントとか感想とかいっぱい盛り上げてください。この器具お願いします。こんな感じのね面白い使い方もできるんです。